中愛天皇は日本の第十四代天皇。日本初期での名は、唐品勝彦天皇。日本穂高の子で、神宮皇后の夫。実在性は定かでない。大田氏彦天皇御子である日本穂高の第二子。母は、勝目天皇の王女、二字の入姫命。父、足彦天皇の老い。西武天皇四十八年に立大使。 先帝が放御した2年後に即位。即位2年、沖縄たらし姫の孫を皇后落とした。これより前に人していた十枚の大中姫命との間に坂巫子、押熊王子を得ている。再犯した熊祖を撃つため申請し、アナと豊浦宮に滞在。即位8年、畜死の菓子位宮に至るも熊祖との戦いに敗れる。即位9年には、申請先の畜死で放御。 熊その屋に当たったともされる。その10ヶ月後、皇后が本田別名を生んだ。日本初期の中愛天皇に関する記述を歴史的事実と認める戦前の研究では、中愛天皇の時代は4世紀に該当するとされていた。若い都市や基地、山大国の滅亡、吉川博文館発行では、中愛天皇9年は西暦367年と推定している。 中外天皇は、日本穂高、神宮皇后という伝説的な二人の人物を、近親者に持つことから、その実在は明確ではない。寒風死亡である、中外天皇は、代々の天皇と、同様、奈良時代に、大江の御船によって先進された。なお、門脇定時によれば、送りな法においては、中の字は、ハイスベからざる語であり、寒風死亡としては異例であるとされる。 用子誕生、身長一条。日本書紀によれば、おじのち、足彦天皇に死死がなく、政務天皇48年3月1日に31歳で立大使。皇太子13年を経て、先帝崩御2年後の1月に即位。白鳥となって天に昇った父の日本穂高を忍んで、諸国に白鳥を剣じることを命じたが、伊母帝の足上鎌見分けが、 越国の剣じた白鳥を奪ったため中殺したとある。即位2年1月11日、基調即姫御とを立候。2月、角家の家品具へ。同月、淡路に三宅を設ける。3月、木の国の徳六津具へ。同地で、熊祖再犯の法を聞き申請開始。6月、穴との豊浦津へ至る。即位8年、熊祖討伐のため皇后と共に、 畜死に赴き、神がかりした皇后から託戦を受けた。それは、熊村の痩せた国を攻めても意味はない。神にたと船を捧げて、海を渡れば金銀財宝のある白木を戦わずして、得るだろうという内容だった。しかし高い丘に登って、大会を望んでも国など見えないため、この神は、偽物ではないかと疑った。 祖先はあらゆる神を祀っていたはずであり、未だ祀ってない神はいないはずでもあった。神は、再度、皇后に神がかり、お前は国を手に入れられず、妊娠した皇后が産む巫女が得るだろうと、託戦した。これを無視して構わず、熊祖を攻めた者の,の虚しく敗走。翌年2月に休止して、神の怒りに触れたとみなされた。日本書記内の一書や、天書記では、熊祖の矢にあたり、 カシーグーで放御したとされる。遺体は、竹内スクネにより、回路で、アナトを通って、豊浦宮で上がりされた。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。カシーグー、大本営五級席、日本書紀では暗宮のみが記される。即位2年2月に、 先帝の宮を出て、角鹿の景飛宮に滞在。3月に、木の国で、徳六津宮に滞在。6月から熊須を撃つため、穴と豊浦宮に滞在。即位8年、筑紫鹿市宮に滞在。古事記では、以下の二つが宮とされるが、いずれも、日本初期では安宮である。中愛天皇、江賀長の清涼陵の名は、江賀長の清涼。宮内庁により、 大阪府藤井寺市藤井寺4丁目にある遺跡名、岡見山在古墳に事情されている。墳九丁242メートルの前方公園墳である。区内庁上の形式は前方公園。古事記には御領は河内の恵みがの長江にあり、日本書記には河内国長の領とある。演儀式書領領には、長域東西二丁、南北二丁、領土飛煙。 シュコ4、煙と見える。オカミ三在古墳は幅50メートル以上の集合が巡らされているが、中世に城塞として利用されていったため、部分的に改変されている。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。熊蘇生伐の際、熊ワニという者が、周カオールンの沢で天皇を出迎えた。選手には大きな榊が建てられており、穂杖に、白道橋、中江に、 とつ県、下枝に、やさかにがかかっていた。豊浦津から筑紫に入る天皇に熊谷ニは六連島、愛の島、逆見海といった魚や塩が取れる海域を献上して、水先案内を行った。しかし山神崎から、岡浦の水戸に入ったところで船が進まなく、なってしまった。熊谷に聞くと、この裏のほとりにいる、大倉種、とおっとら姫という男女の神の医師だという。そこで、 宇だ出身の伊賀彦という舵取りに祀らせると、船は無事進んだ。後から来た皇后も、また船が進まず、熊谷が導いた。これらの孔から熊谷ニは、岡阿がっ主となった。また天皇が畜死に入る際に糸手というものが、アナとの引き締まりで,で迎えた。周薫の熊谷の時と、同じく選手には大きな榊が立てられており、ほずに、やさかに、中枝に、白道橋、 下枝には、戸塚県がかかっていた。八坂には、地望、白道橋は剣式、見識、戸塚県は、武力を象徴していると説明された。天皇は糸手を、磯し、よくやったと褒めたたえた。そこで、糸手の治める国を、磯国と言い,い、なまって、糸国という。その後、天皇は、無事に名田県に到着して、貸子井宮を造営した。坂木に神器を掲げて、 奇人を出迎える事例は、傾向記にも書かれている。熊谷と同じく、周カオルの沢で天皇を出迎えた、カムナツソ姫の選手には、磯津さんの酒木が建てられており、穂杖に、八つかの剣、中枝に、八高紙、下枝に、八坂にがかかっていた。神代にも、天はとにこもる天照大臣を呼び出すため、太玉の命と雨の小屋根の命が、 天家具山からまざかじを掘り出して、穂杖に、やさかに、中枝に、やたかがみ、下枝に、和平をかけたという話がある。古事記によると、沖縄大いびり命が神がかったとき、天皇はことを引き立てうちすくねは、神の言葉を受けた。皇后は、再会の宝の国を授けるという信託を告げた。しかし天皇はこれを疑い事とを引くのをやめてしまった。 神はとても怒り天皇へ死を宣告した。縦内すくねは恐れをののきことを引き続けるように、創上した。天皇はしぶしぶ従ったものの、そのうちに、との音が聞こえなくなった。明かりをつけると天皇は崩御していた。急遽、穴と豊浦宮で上がりが行われた。日本初期では密かに行われたものであるが、古事記によるとお払いという大々的なものだった。生ハゲ。 逆萩、阿花地、溝海、クソヘ、上通貨通婚、馬田分け、牛田分け、鳥田分け、犬田分けの罪を様々に求めて払ったとある。このうち生ハゲから、クソヘまでは人代に、スサノオソンが天井で犯した罪、すなわち、天心罪と同じである。上通貨通婚は、近親相関、馬田分けから、犬田分けは、従官で、国包みの一部である。 神の意志に逆らった天皇の葬儀にこのようなものが集められ払われた。実在説、非実在説が分かれる天皇であるが現在では一般的に実在性の低い天皇の一人に挙げられている。その最大の根拠は伝説的な父と妻を持つためである。非実在説の概要は以下の通りであるしかしこれらには以下の疑問点がある。 吉岩親井の上三津貞のように、中愛天皇が実在しないという前提のもと、王神天皇を、中愛天皇の子ではなく、主神天皇系の高等の女性をめとった入り婿で、あるという系図を復元する論者もいる。佐伯利力夫は、慶光天皇五百条入り彦美子、マイナス貧多神若王、中津姫命が、本来の高等であり、王神天皇は中津姫命の入り婿だとしている。 古事記に、およそ帯、中日津古天皇の五年、五十二歳。水のえ犬の年の六月十一日にかむあがりましき。日本初期にも五十二歳とするが、これから逆算すると父の日本穂高の崩御後三十八年目に、生まれたこととなり矛盾する。また、中愛天皇元年上には、父が崩御した時若干に達していなかったという、記述がある。日本穂高の法業が、 慶光天皇四十一年のため、中愛天皇の少年は、慶光天皇二十三年から、慶光天皇四十一年の間になる。神仏集合において、中愛、神宮、王神の三尊で本寺を、阿弥陀如来とするとされるが、鶴岡八幡宮記に、中愛天皇派本寺白子氏なる子にほれ除礼のとして、単独では、薬師如来の化身とされた。ありがとうございます。